MPM-76 のモデルであるゴムタイや敷地下鉄によって構築された。製造業者はアルストムである。1971年にマルセイユメトロの建設に入札を呼びかけた後、1973年11月1日に21両の列車の供給契約が結ばれた。最初の列車は1976年8月27日に サンマルセル駅で配達されます。最初の試運転は1976年9月にラローズデポで行われた。他の列車は1977年の夏まで徐々に運ばれた。列車はラトップとその子会社のソフレトゥーの助けを借りて設計されている。テストはパリメトロの11号線でも行われました。建設はシントや マットなどの企業家のグループによって、ソシエテジェネラルド・トラボーエデスの支援の下で行われている。2本目のメトロ線の作成の際に、15の追加の列車が注文され、1983年の初めに配達されました。また、既存列車に4号車を追加し、乗客の増加に対応しています。これらの車は1985年に納品され、設置されました。 2005年、列車は中期改修を行っています。列車の長さは65.65 65メートル、ジグは2.6メートルで、空重量は75トンです。電車はアルミニウムで作られています。電力供給はワイパーによって行われます。供給電圧は7 5 0ト d c です。MPM76 はゴムタイヤのメトロで、ラトップが パリのメトロ用に開発したテクノロジーを使用しています。これはラトップ MP73 から派生したものですが、モーターノイズはパリジャン MP59 に似ています。各列車は4両で構成されています。2台のモーターでトレーラーを構成する運転台とキャビンなしのモーター、要するに 2M に T。エンジンとトレーラーは次のように番号付けされています。 各列車はトレーラーの番号によって指定されます。したがって列車には1から36までの番号が付けられています。MPM76 トレインの最大速度は時速 80km 角、パワーユニットには2つのモーターボギーがあり、それぞれに2つの電気モーターが装備されており、750V で動作し、連続モードで 130kW のユニット電力を表示します。 モーターは2つずつ直列に電気的に接続され、呪文とハイトマン抵抗接触器によって制御されます。列車のブレーキングは以下によって保証されます。機械式ブレーキの使用は、うナくま鉄のトレッド状の木製の靴、安全車輪を、これらのスケートのいくつかは、パリのメトロのボジラール工房で作られています。4両編成の列車の乗客数は472人で、182。 座席があります。座席はボックスシートが電車の壁に対して垂直に配置されています。シートはポリエステルでできており、生地やパッドを一切使用していないため、損傷や破壊行為を最小限に抑えることができます。2015年、RTM はすべての電車に CCTV カメラを設置しました。MPM76 列車の改革とより近代的な列車への置き換えは、 2020年までに検討中です。ありがとうございます。